はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく5時になろうとしていますね、4月は1日のマンデーでございまして、なぜね、昨日の夜からですね、この本チャンネルの方ですねがですね、お休みになりまして、強制的お休みでございまして、1週間お休みなんでですね、来週の日曜日の夕方までですね、動画上げられない状態でございまして、このサブチャンネルを中心にやっていきたいと思います。さて、ですね、こうかな、こんな感じかな。ちょっと今テーブルの位置をずらしたんでね、なんか微妙に位置関係が変わってきてますけど、今日はですね、この日経平均は566円安で終わりました。なんで下がっているのかがようわからんですけどもですね、日経新聞に何か書いてある、まあ大体でもね、こじつけたんですけどね、なんで下がったかっていうのは3月昨日で終わりましてですね、1、3月の GDP がですね、あと一月半ぐらいで再来月に出てくると思うんですけどもですね、これがありますね、日経平均566円安、期初の益出し、伝送が促す、ようわからん、新年度入りの1日の東京株式市場運営者、株価下落の起点となったのは、先週末に政策保有株として持っていたトヨタ自動織機株全株を売却すると発表したデンソーだと。同じトヨタグループですけどね、例年4月第1週は国内金融機関が含み益が出ている保有株を売却する期初の益出しが出やすい、デンソーの発表は利益確定のタイミングを伺っていた国内勢のうにゃうにゃうにゃと。期初の益出しって何なんそれってよう分からん前は。はい、行きましょう。話はマンションでございまして、晴海フラッグですね。これはちょっと地味な記事だったんですけど、28日、先週の木曜日に出ていました。共同からヤフーニュースに出た記事ですね。五輪選手村の売却額適法確定、住民側が全面敗訴という記事でございまして、非常に地味な記事です。東京五輪パラリンピックの選手村用地を不当に安く売却する契約を東京都が結んだとし、都民29人が適正価格との差額を小池百合子知事らに請求するよう都に求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は都民側の上告を退ける決定をした。27日付、都民側の全面敗訴とした1、2審が確定した。二審東京高裁判決によると、都は中央区晴海5丁目の土地 13.4 ヘクタールを選手村建設に利用すると決定した。都は11社で構成する企業グループに約129億円で売却する契約を締結、都民側は土地の適正価格約1339億円に比べ著しく低額だと主張したと。これは要は定額ではないということになったわけですね。これはね、裁判の結果以下にかかわらず著しく定額です。なぜ私がそう思うかと言いますとですね、このですね、129億円で売却するということだって、まあ多分この額で売却されたんでしょう。でここには今ご存知の通り晴海フラッグというマンションができていましてですね、もう一部建物が完成して引き渡しが始まって人が住み始めています。マンションの他にもですね、学校とかですね、スーパーとかですね、まあ、いろんなものができています。はい、でマンションの戸数はですね、賃貸と分譲を合わせますとですね、5632戸なんですね。で単純にですね、このですね、129億円というものをですね、この5632戸で割りますとですね、一住戸あたり230万円なんですね一住戸あたりね。で要はこれが土地代、マンションを売る場合の土地代の原価というふうになります。あらあらの計算ですけどね、まあ厳密にはですね、その道路があったりとかですね、スーパーがあったりとかですね、学校があったりするんですけども、まあ荒々で計算して230億円
で今マンション1戸を作るのにいくらかかるかといいますと、おおよそ、まあ、2000万から2500万ぐらいですね。坪単価どうでしょうね、120、30、晴海フラッグだとですね、まあ、割合ですね、割合なんていうか単純な構造なんでですね、おそらく2500万ぐらいでできたんちゃうかなという気がします。作り始めの時点の価格ですからですね、今から5年前かな、2020年頃から、いやもうちょっと、まあ、もうちょっと前か、2019年頃からですね作り始めてるんです。その頃の計算でいくと大体2500万ぐらいじゃないかなと。今始めたらもうちょっと高いですよ、でもおよそ2500万ぐらいかなと。まあそれにプラス230万円足してまあ2700いくらですけど、まあ仮に3000万としましょうや。3000万ね3000万がですね原価としてですね、8000万のですねマンションを1個売ったら5000万の利益が出るということですね。1億のですねマンションを売ったら7000万の利益が出るということになります。まあ慣らしていくと大体5000万ぐらいちゃうんかなという気がします。これ、ボロ儲けですむっちゃくちゃなボロ儲けです。今デベロッパーの原価率というか利益率、粗利率っていうのはですね多いところでだいたい 20%、25% 取れてるところが、まあ、あるかもしれませんけど、まあ、だいたい2割で、少なければ 10% 切ったりします。まあ、平均 15% としますとですね、1億円のマンションを売れば1500万しか儲からないんですね。ところが晴海フラッグ1億円を売るとですね、6000万、じゃあ7000万儲かるということになりますねこう普通に頑張って土地を買って開発事業をやったらですね、1億で1500万しか儲からないのに晴海フラッグが7000万儲かるって、むっちゃ儲かるでしょ、むっちゃ儲かるでしょ。だからこの住民たちは怒ってですね、訴訟を起こしたんですけどもですね、敗訴になってしまったと。まあ東京都もですね、いろんな書類を揃えてやってるでしょうから、まあまあ勝てそうな気はしませんでしたけどね。まあ住民側もですね、不動産鑑定士等のですね意見書もつけたと思うんですけども、まあまあ負けるやろうなとは思っていた裁判ですけども負けました。でも私はですね、これはですね東京都が不当に安く売りすぎたというふうに思いますし、この原告たちの主張に同意をします。裁判で負けただけということですねでですね、晴海フラッグですね、今11社って書いてある、裁判上11社ですけどもですね、今売り主になってるのって何社あるんだろう、3、4、5、6、7、8、9、10、11社、10社ちゃうのっていう感じですね。まあいいですけど別に。途中でどっかグループ会社とかを一緒にあれしたのかもしれませんね。非常にこう分かりにくい書き方ですね。でもこのですね10社なりはボロ儲けボロ儲け何と言いますかね、当初ね今の値段よりもですね2割ぐらい安いところで売るんちゃうかと言われたんですけど、売り出したらですね、こう実際より2割は、実際とか予想より2割は高かったということですね。2割ぐらい安く売っててもですね十分に儲かったはずなんですよ。ところが思ったよりも高く出てきて、なのにそれをですね買う人がいっぱいいたわけですねものすごい倍率でですね、速乾速乾ときました。でもキャンセルもいっぱい出てました。で結局今どうなっているのかよく分かりませんけどもですね、今の概要を見るとですね、最終期タワーの最終期になってますね。販売最終期なのに販売個数が未定やんってどういうことやねんって言うんですけど
最終期やったらね、残ってるの全部出すわけでしょ。なんで最終期で販売個数見てんねんのか、よう分かりませんけど、このマンション、再々言ってます通りですね、この今売ってる値段ほどの価値は私はないと思ってます。まあ、この半分とは言いませんけどもですね、どう考えても2割3割は高いんですね。で、買った人がですね、すぐに売りに出して、今さらに高い値段で契約したりしてるんですよ。まあ一種の異常現象ではないかなと。まあ販売制約が出てるのは事実なんでしょうけども、いずれは調整が来ます。あんなですね、陸のことみたいなですね、マンションにですね、それがですね、4145戸分譲があるんですよ。この今のような気違いみたいな価格がですね、あと何年も何年も維持できるとは私は到底思いませんけどね。住んでみたら嫌になると思いますよ、はっきり言って。はい、ということで、このですね、ヤフーの裁判の負けましたというですね、ページのアドレスを貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。